アルカディでございます。おっちゃんです。まあビジュアル系好きじゃないですか僕ら。はい。でビジュアル系特に好きじゃない友達とかもういっぱいいるじゃないですか。でなんかもうそういう人たちとカラオケ行ったりとか、はいはい、好きな曲なんか何なのとかってこう聞かれたりとかすることもあると思うんですよ。そういう時に一旦隠したりする人って絶対いると思うんですよ。あーまずポピュラー系の ねこう音楽を行ったりとか、自分はカラオケとかでも包み隠さず全然そのビジュアル系知らない友達の前で R指定のドクモルを歌ったりとかするやつなんですよ僕は。あとまあその何好きなのって聞かれたらまあ普通ビジュアル系とかっていう風に答えるんですけど、はい、もっちゃんさんはどういうタイプですかっていうのをちょっと聞きたくて、はい、隠しませんもう言う感じですかポンと。もうあの何好きなの、あ最近ビジュアル系よく聞いてるよみたいな。一番極端だったのはカラオケで、はい、あのよく一発目誰歌うみたいなあると思うんですよ、はいはいはい、で歌うって聞かれて、ああじゃあせっかくだから歌うわって言って、ブラックアスキスだらけの声みたいないいっすね。カラオケとかで今言った通りあのハイエナ一発目歌ったりとか、周りの人の反応ってどうですか。あこういうのを聞くんだっていう人もいますし、うわーっていう感じの人もいますね嫌悪感を示すっていう人はあんまりいないですね。なんかびっくりが多い。あーなるほど。自分はまあさーって惹かれたこともまああるっちゃあるんですけど、やけくそで乗ってくれる人とかもいたりとか、はいはいはい、あとビジュアル系って結構広いじゃないですか。ジャンヌダルクとかの曲をチョイスしたりすると別になんか普通にいい曲だみたいな。まあ、でも前はそのビジュアル系好きだよっていうのはそのもう隠さず言いまくってたんですけど、カラオケは結構ビビってた節があって、お箱としてやっぱりビストリップのオゾンが僕の中であったので、オゾン歌って、まあオゾンはでも誰が聴いても特にこの当たり障りのない曲じゃないですか。すごいいい曲だし、爽やかだし、だからこうなんかビジュアル系の中でもそういう爽やかな曲ばっか歌ってたりとか、あとはもう周りに合わせて、自分の時代はやっぱり3代目 JSOUL BROTHERS とか流行ってたんで、ああそうですね、ここにこう乱入してったりとかみたいな感じで、結構最初のがこうちょっとこうカラオケでは隠しつつみたいな感じだったんですけど、どっかのタイミングで弾けましたね。ああそうですね、まあ、逆に隠したいじゃなくてなんかみんな知らないだろうからって気を使ってあえて歌わなかったとかいうのはありますね。ああなるほどなるほど。あの前就職した時に最初のなんかこう管理職との飲み会みたいなのがあった、はいはいはい、新入社員5人での飲み会みたいな、これはどうしようと思ってでもあの一応めめしくてで、ね、はいはい、行きました。あの僕もなんか社員旅行の時に新入社員が一発芸を披露してるみたいな、僕何にも用意してなかったんですけど、めめしくてをやるっていう人がいて、お前も行ってこいみたいな送り出された時に踊りを完コピして全力で踊り切ったいいですね。しかもあのちゃんと4人分やったんですよ。なるほど頑張って、それでなんか結構盛り上がったなっていうのはありましたね。めっちゃいいじゃないですか。でもなんかやっぱこの前生配信でも言ったんですけど、やっぱドクモル歌ったあたりからもう確実に弾けましたね自分は。何かブレーキがなくなったみたいな。上司の前でドクモル歌うというもうすごく尖った行動を。ちなみにどんな反応をされたんですか。そのなんかネタですけど蹴られましたまあ、その視聴者の方で隠してる人とかカラオケだとちょっと歌わないって人いるかどうかわかんないですけど、まあ、ちょっと TPO を守りつつ歌うっていうのはありかなと、ね、あと好きな音楽聞かれた時はまあ普通に答えていいかなと。そうですね、別にビジュアル系好きって言ってそれでなんかえこいつありえないみたいなことになるとは思わない。そうですね。あでも裏切られたことありますね一回。裏切られた、例のカラオケに行ってあのビジュアル系を歌ってちょっと自分を見せるっていうのがやっぱり怖いとか恥ずかしいとかあるかもしれないんですけど、僕の時友達が一人いたんですよ一回、はい、こいつも多分ビジュアル系歌うだろうなって思ってちょっと安心してたんですよ。したらそいつバンプとか歌い始めておいおいこいつなんだみたいな裏切ったなとこれはちょっとこいつけしからんと思って、これは得意のと思ってフラツカシキスラケの声みたいなカラオケで歌うことによって、はい、それちょっとよくねみたいな風になることも、はい、なきにしもあらずだと思うんで、あ、まあ、あのビジュアル系好きの皆さん、友達とカラオケに行った際はじゃんじゃんビジュアル系歌っていきましょう。あぜひともねふらつくわす傷だらけの声を顔は立派しかし中身はねえ僕の友達がマキシマムザホルモンが好きで、結構ホルモンとかホーロックの曲ばっかり聞いてたんですけど、ハイエナとか聞いて、あ、これかっこいいってなったみたいですね。あ、もっちゃんさんの歌う。そうですね、まあ、こんな感じです、こんな感じの雑談です終始緩い感じでしたけど、じゃあすごい